こんにちは。横浜市泉区にあります大きい花のフラワーアレンジメント教室ブーケットパフュームの相澤智美です。もうすぐ4月ということで、入学式そして入社式、こういったね、時の、壇上のお花を生けるなんていう方もいらっしゃると思います。今日は、そんなね壇上の、大きいフラワーアレンジメントを生ける時の、4つのコツ、そして最後に、お花のね合わせ方などについても、ご紹介したいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。はい、では本日はこちらのねホワイトボードを使ってお話ししてみたいと思います。ではね、コツ一つ目なんですけども、まずね視線につながるお話になるんですけども、今回のこういった、祭壇な壇上のねお花っていうのは、高いところに置かれますよね。でそれに対して、お花を見る、新入社員の方ですとか、新入生の方というのは、椅子に座ってお花をこう見上げるような形になると思いますので、アレンジメントを作る時にも、その、ね、目線に合わせて、フラワーアレンジメントのこの、ね、下のあたりを非常に、ボリュームよく、そして、目立つお花を入れてあげると華やかな印象になります。はい、例えばね、ユリなんかを使うのであればユリですとか、バラですとかガーベラといったようなね、はい、そんなお花を、入れてあげるといいです。そして、葉っぱでもね、入れ方にちょっとコツがありまして、普段こうまっすぐに入れるような葉っぱもちょっとこう下から上に突き上げるような形に入れてあげますと、葉っぱの動きがこう垂れ下がったような形になりまして、非常にねこの辺りが華やかになります。はい、そして、2つ目ですね。2つ目は、中心に芯になるお花を入れるですね。なんかすいません、これ光ってるな、大丈夫かしら、見にくいかな、光で光ってますね。はい、どうしようかな、光が入って、はい、でごめんなさいね。はい、で、このね、芯になる、はい、お花っていうのは、例えば花つきのいいお花ですとか、あとは茎がしっかり太いお花ですね。なんていうのかしら、結構目立つところになりますので、綺麗なお花を入れてあげるといいです。はい、このね芯がしっかりしていますと、アレンジメントの、この中心になるところになりますので、とてもね引き締まった印象の、アレンジメントを作ることができます。はい、次、3つ目のコツですね。はい、お花がね、これは次は重心のお話になるんですけども、大きいお花を生ける時っていうのはお花も、たくさん使うと思います。でね、前に前にばかりお花を入れてしまいますと、どうしても重みで前に倒れやすくなってしまいます。ですので、後ろのお花を少しこう下げてあげますと、重心が中心に保たれますので、アレンジメントが点灯するというようなね心配がなくなります。はい、さらにね、こんだけ空間ができますので、お花をねたくさん入れることができます。はい、ではね4つ目の、コツなんですけども、はい、葉っぱでね、後ろ壁を作るということが非常に大事になります。はい、このね、壁を作るというのはアレンジメントの、
後ろに葉っぱをねこう入れてあげるっていうような感じになるんですけども、このね、葉っぱを入れてあげることによって、アレンジメントのこう隙間が埋まるっていうんでしょうかしら、はい、どうしてもねこういうところに、お花とお花の間からこう向こうがね透けて見えるような形になってしまいますので、それをね葉っぱで隠してあげるということですね。はい、でそうしますと、前から見た時お花が非常に引き立つっていうんでしょうかね、はい、とてもね印象が強くなりますので、必ずねこう葉っぱを入れてあげてください。で入れる時なんですけども、葉っぱって、裏表がありますね。でさらに葉っぱはちょっとうまく描けるかあれなんですが、こんな風にこちら側が正面ですね、はい、少し後ろ側に反り返っています。ですので、裏にして、はい、使わないと、全部こう葉っぱが葉っぱのなんていうのかしら、はい、裏にして使わなさいね、裏にして、使ってあげることによって、葉っぱのこの先端のところまでしっかり壁になってくれます。で、裏にするということは裏から見た時には全部表を向いているということになります。はい、でさらに、葉っぱはこのね茎の終わりっていうんでしょうかね、はい、茎とね葉っぱのこのね境のところ、はい、ここまでしっかりオアシスに入れてあげないと、結局、例えばこう茎が見えた状態でアレンジに刺してしまいますと、この、葉っぱまでのね距離のところが結局こう空間ができてしまうっていう形になりますので、しっかりとね、葉っぱのところまで入れてあげる、茎をねしっかり隠すように入れてあげるっていうことも葉っぱの使い方では非常に大事になります。はい、最後にね、おすすめの花とあとね色についてもちょっとねお話ししてみたいと思うんですが、はい、皆さんこれ光っちゃうね。はい、まずね、メインはユリオリエンタルリリーがやっぱりおすすめです。で、開いていればねいいんですけども、もし、開いてないユリでしたら使う日まで開花させてあげるっていう、まあ、開花調整をしてあげるといいですね。はい、そして、新ラインに使うお花はグラジオラスやスナップ、そしてストックといったまっすぐね伸びたお花が非常に使いやすいです。で他に空間を埋めるお花ですね、メインのお花と、まあ、他のお花の間、まあ、いわゆるお花とお花の間を埋めていくお花ですね、はい、アルストロメリアやトルコキキョウ、そしてカーネーションなどといった、一本にたくさんお花がついているものがおすすめです。で、それ以外に、バラやカーネーションなどを入れると非常に華やかな雰囲気が出ます。そして葉っぱですね、レザーファン、そしてアレカヤシ、はい、アレカヤシは、非常に大きい葉っぱですので、先ほどお話ししました、壁を作るのに非常に、便利です。はい、そして、色合わせですね、はい、やはりねこうなんていうのかしら、会場をね広い会場を明るくするようなお花を生けてほしいなと思いますので、いろんな色が入っているとやはり華やかさは増してきます。ですので例えばピンクに黄色、ね、あとはちょっとこう紫を入れてみたりとかっていうような形で、少しこうカラフルな色合いにしてあげると非常に華やかさが出ます。はい、で、ポイントにねちょっとこう濃いめの色なんかを入れてあげるとさらに、華やかな雰囲気が効果的にね出せると思います。はい、こんな形で、壇上に飾る大きいフラワーアレンジメントの作り方、そしてね、おすすめの花っていうことで、お話をしてきました。
ブーケットパフュームでは、このようにフラワーアレンジメントの作り方、そして、動画、お花のね紹介などをブログや動画などで、皆様にお届けしております。そういった情報がもし欲しいっていう方は、ぜひ、こちらの動画の概要にございます、LINE 公式アカウントの方にご登録ください。ただいま、花の色合わせ3つの方法という、動画を無料でプレゼントしております。それでは皆様のご登録お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。